はい、皆さんこんばんは、ミグツでございます。今回ね、ちょっとまあ2年前ぐらいかな、僕が紹介した Y2K っていう、ポストモダン RPG っていうのがあるんですよ。それのね、さらに詳しいちょっと情報が入ったので、お伝えしたいと思います。まあこれね、まあ、2019年にまあ配信されたソフトですね。2019年1月31日に、まあ、任天堂スイッチ、まあ、他の機種でも、まあ、スチームが早いのかな。まあ、ちょっと、まあ、配信されてまして、まあ、簡単に言うと、クソゲーのね、代表ソフトとして認定されてるんですよ。ただ、賛否両方がありまして、まあ、システム関係がね、ちょっとテンポが悪くて、まあ、それで、うん、だいぶ惜しいということで、クソゲーに結構認定されてるんですよ。あと話が難しくてね、理解ができない、とかいうのがありまして。で、まあ、クソゲーにね、認定されてるんですが、まあ、このゲーム、まあ、やる人によっては、結構すごいゲーム、なんですよ。で、まあ、代表的な、この作者さんが、まあ、マザー3を、まあ、リスペックというか、マザー3を座台に、まあ、取り入れて、まあ、いろんなところにね、箇所にいろんな、ものを散りばめた、RPG なんですよね。で、まあ、みんなが大好きな昔を、まあ、これは1999年、まあ、2000年問題ってあるんですよ。あったんですよ。ね、当時ね。それをね、座台にして、まあ、2000年問題に何かが起きるんじゃないかと言って、世界が滅亡するかもしれないというのに、主人公がね、立ち向かうんですけども、ぶっちゃけど、その、元凶を招いてんのが、実は主人公でし、でのことなんですよね。で、まあ、漢字的には、マザー3の最後と、まあ、同じ漢字になります。まあ、うん。で、ここね、日本人の方、まあ、聖剣伝説シリーズなんとかの、まあ、楽曲を、手掛けてる人などの有名な方々ね、音楽をアレンジしてまして、結構ね、有名な作品ですが、ちょっとね、やりながら、で、この Y2K、今年の1月に発表がありまして、大型のね、アップデートで、全部作り変えた。作り変えたと言ったけど、もうだいぶね、もうだいぶ要素を盛り込んで、もう戦闘進化1から見直した。で、僕、PV とかちょっと見直したんですよ。そしたら、もうだいぶね、戦闘シーンはもう、まるっきり別物になってます。で、まあ、ゲームの内容的なのかも、だいぶストーリーが全部、入ってまして、まあ、主人公のアレックスなんですけども、一番最初ね、大学から、まあ、大学を終えて、家に帰るんです。帰ってくんですよ。まあ、帰ってきたところから始まるんですけど、今回、新しく追加された部分としては、まあ、大型アップデートでは、なんかね、大学から、バスに乗って、なんかね、そこからもう妙な行動が起きまして、いろんなことが起きまして、まあ、大学から家に向かう途中のシーンがね、めっちゃ大幅に取り入れられたり、まあ、サミーという女の子で出会うんですけども、あれの関係の中で、すごいね、追加がされてます。で、戦闘後で、なんかね、カードを取り込んだシステム、今回はなんか、このゲーム見てもらう通り、あ、まだね、アップデートはしてません。アップデートは、1.25 ですね。これ 1.25 というのは、まあ、今まで、2019年から始まって、2022までの、アップデートです。次の大型アップデートは Y2K の15かな、なんか 1.5 って書いてあるんですよ。15って書いてあるので 1.5 なのかな、わからないけど、なんかそんな感じの名前に付け加われてるんですよ。で、まあ、タイトル画面がちょっと違うんですけども、今回ねバージョン 1.25 というのは、僕が、2年間の3年前に紹介したのと、あれからねもう一回ちょっと今回今日からちょっと始めてみたんですよ。ほんだらね、やっぱちょっとところどころアップデートの追加で変わってるとこあって、で、まあその辺僕知らなかったんですよ。で、ちょっと最近ちょっと知って、まあ大型アップデートの前に、まあいろいろ追加されてるみたいなんですよ。こんな中で参照とかなんかあって、まあ、これね、スタッフが見れたり。で、一番最初の、まあ初めからすると、で、ここ、ストーリーに関する傾向を読みますかっていうの、これまず出なかったんですよね。まあ、例えば、このゲームは、
まあ、実在した行方不明事件とかをちょっと取り入れてるんですよ。まあ、実在したか、まあ、それ内容ちょっと言えませんけど、まあ、いろんなことがね、行方不明事件とか暴力事件とかが結構ふんだんに入ってるんですよ。それ気づいた人は、あ、これって、あのことよねっていうのがちょっとなることが多くて、で、僕もまあそれに気づいて、まあ、なんかすごいなっていう、まあ、このゲームに関して僕クソゲーとは思わないんですけども、なんかね、すごいなって思うことがいっぱいありまして、これをね、表現を、まあ、例えばこれ、ストーリー平分岐があんまりないんですよね。けど、一部なんかね、ストーリーに乗って仲間がね、なんかすごい死に方をするのを、まあ、変更を、まあ、なしにするか、ありにするかなんですよ。これがまず、前の時には変更ができなかったんですね。まあ、無効化しますかっていうと、まあ、安全なゲームとして遊べます。さらに、この後ですね、この後、これもね、なかったんですね。例えば、まあ、モザイクみたいな、入れるみたいな感じですね。それが進むと、あ、こうやってない。これがね、モノローグ控えめ、まあ、えぐいのが控えめのサクサクプレイヤー向け。で、オジェラカットっていうのは、まあ、それを理解したいので、いろいろ、まあ、いつも通り入ってますよ、みたいなんですよ。で、これもなかった。難易度システムの変更がまずなかったですね。ノーマル。ストレスが、これがね、イージーですね。ヒットメント少なめでミニゲーム。まあ、戦闘中で、ね、マリオストーリーみたいに、ミニゲームが発生して、ボタンの押すタイミングとかで変わってくるんですよ。それに成功すると、ミニゲームの防御するときもボタンを押して、なんかミニゲームを、勝つと、完全回避とかできるんですね。で、それですると、PB が自動で回復するっていうのが付け加えたんですよね。このゲーム戦闘がね結構テンポ悪くて、1回戦闘でもかなり時間かかるんですよね。でそれがちょっとだいぶ改善されましたと、ちなみに大型アップデートでは戦闘が変わってまして、ミニゲームがね一切なくなってて、まあ、カードでなんか戦うみたいな感じになってるんですけども、まあ、そんな感じにテンポがちょっとだいぶ良くなったと思います。でまあここは一緒ですね。マダーシステムを入れてるので、まあ名前、あ、まあ、色とかがあったりして、で、名前、この物語の主人公じゃなくて、自分らの名前を付けるんですよね。で、これをあえてやってない方に言いますと、この付けた名前については、一番最後に、まあ、主人公の、アレックスがね、ちょっとね、危機に落ちた時に、この主人公たちがね、僕らが出てきます。僕らのことなんですね。僕らが出て、アレックスの協力のメンバーとして参加することになるので、ここに名前が、その名前が出てきます。で、まあ、ここら辺やると、ちょっと話がね、流れちゃうので、最初にちょっと戻りますが。で、ところどころね、最初の方やってみたんですけども、ボスがね、最初から、サミーがさらわれ、サミーがね、ちょっとね、宇宙人にさらわれるシーンが、ちょっとエグいシーンがあるんですけども、そのエグいシーンの後に、あ、エグいシーンの前かな。前に巨大ロボットがあって、あれがね、僕、自分の、動画見直したんですけど、あそこ、ボスがいなかったんですけども、今回のアップデートというか、まあ、1.25 では追加されてると。まあ、こんな感じなんですよね。で、このゲーム、敵倒すと、その敵が一切出てこなくなって、まあ、レベル上げがめんどくさい。まあ、レベル上げ言っても、まあ、単発式なんですよ。経験値が増えても、レベルが上がることはないんですよね。で、今回多分追加だ。Y ボタンを押すと走るようになったかな。うん、多少走るようになった。で、まあ、ちょっと戦闘をお見せします。忘れた方にね。で、こうやって、マップではほとんど戦闘が出るとこ出ないとかって、ほとんど出ないですね、なかなか。こういうダンジョンとかを探して、まあ、レベル1なんですけど、こんなんを入って、まあ、敵を倒す。ここ倒したんで、もう倒すとね、出てこなくなるんですよね。レベル2が残ってたかな。で、まあ、ホヒングで、アシストモードっていうのがあるんやけど、このアシストモードっていうのは、まあこれはね、最初からあったんですけども、バトル中のエネルギーいうのは、
まあ、スローモードにできるんですね。ミニゲームとかね、結構早くてうざい時あるんです。その時スローモードが、ありまして、それはね、まあ、タイムエネルギーっていうのが使いますけど、これをね、オンにすると無限に使えるんですよ。多分これ使わんと結構きついんですよね。まあ、これがありなしでも、ストーリー関係なく、進みます。分岐とかないんで、ない、それがいじったからってストーリーが変わることないんで、何もないです。別に、早くクリアしたりとか、早く、なんかサクサク進みたい方のための配慮ですね。でこれが敵っす。触れたら戦闘っす。で、大型アップデート、多分2022年までになんか、配信する予定なんですよね。無料で。で、それでは戦闘シーンがね、だいぶ変わります。全くね、この背景がなくなって、まあ、黄色背景でマザーっぽくなったんですよね。で、これで、今回もね、1.25 のアップデートでは、例えば、一番最初僕らがやってたところの、戦闘では、このボコル、これボコルっていうのなかったんですよね。で、これが、まあ、これであると、このミニゲームが、ほんま最初の自分、普通の攻撃がこれになったんですよ。これがね、だいぶ変わりました。これはまあ一緒なんですけど、黄色のところです。これ、ZL を押すと、タイマー、のやつが使えて、こうやってゆっくりできる。普通のスピードよりゆっくりできる。これ、あとめんどくさいかな。あ、やばいやばい、失敗した。これがスキル技、これがスキル技に変更されたんですよね。で、まあ、こいつもスキル技が、このボコルに、が元々攻撃だったんですけども、普通に攻撃すると、まず違うミニゲームが出ます。これ全く、これね、枠に収める。これなかったんですよ。収めるとダメージアップ。で戦闘中 ZR を押すと早く、しまった。あれ赤いとこ止めると完全回避。これちょっとスローですよ。スローで赤いところで止める。完全回避ですね。これ難しいんですよね、遅くすると。で、ZR を押すと、早く進むんですよ。それ前もあったんですけれども、だいぶあんまり早くならなかったんで、今回だいぶね、早くなるように改善されてますね。まあこれ戦うと、このミニゲーム、これがなかったんです。これまずなかったんですよ。ここで止めるやつが。だから簡単にそのミニゲームが早くなった。今はめんどくさかったミニゲームがだいぶ早く改善されたみたいですね。ここで止める。この枠で収めたで。こう硬いな敵が。ここは早く早送りで ZL と ZR を交互してうまいこと通して、あ、しまった、見た、やばい、死ぬかもしれない。どうしようかな。 OK。 で、これ戦闘もう今でも分かってると結構ね、もう、あ、間違えた、結構今でも時間かかるんですよ、これ。こういうね、1とかそう、2とかしか当たらないんですよ。これは大型アップデートも一緒やけど、テンポが速くなって、カードシステムによって、ダメージやら、なんかね、属性攻撃とかがだいぶ追加されて、なんか、戦闘長くてもすごい面白くなってる。なんかね、すごい考える戦闘システムに変更されてる。考えんと結構きつい。ほんで、これ、単性なんですけども、大型アップデートのやつを見てみると、ファイナルファンタジーみたいな、わしまた、死んだから。ファイナルファンタジーみたいな、まあ、主人公、早いもん順にこう、バーが行き来して、まあ、早くバーが行った人が動けるっていうシステムに変更されてますね。あ、しまった。あれ、ちゃんと戦闘、あんま与えないですね。で、これも属性ちょっと追加されてるんですよ。アレックスがね、火の属性の攻撃なんですよ。なんかしなくて。アレックスちゃうわ。アレックスじゃなくて、こいつもう一個がマイケルか。こう、わ、これやばいな。これうまいこと決めんと。来た。あ、一個食らって、ちょっと食らった。あ、死んだ。ごめん。引けるか。技使おうか。技使おう。
これがね、通常工芸やった前はね、これだからめんどくさ、これ毎回しなあかんの、こうやってこれが時間かかって、あと最終的にどうでもよくなる。こうき、あ、じゃあ黄色のとこは何回押してもコンボが上がっちゃうんで、あ、ちょっと待って、これがレベル上がるともっといけるだろう。あと、この暴挙の、暴挙するやつの、あのミニゲームも結構追加されてて、10番できたか、そこ確か。どうしよう。あー、全然当たんない。戦うでもいけるな。あ、まあ、危ない危ない危ない。で、倒した。まだか。これあれやな、テレビ画面なら見にくいな、すごい。小さい。でも多分大型アップデート配信したら、多分この今の戦闘システムがなくなると思うから、今しか多分遊ばないと思う。で、これで経験値入ったけど、レベルは上がらないっすね。で、レベルは、ちょっと待って、上がるかな。なんでレベル上がらんっていうのは、まあ、システム上、いうか、まあ、ストーリー上の問題があって、ストーリー上で、まあ、ストーリー上でマインドダンジョンっていうのを入る話があるんですよね。まあ精神、自分の心の中を鍛えるっていう話で、そこに入らないと自分の能力が上がりませんよみたいなストーリーがあるんですよ。まあそれをつないでみたいなんで。で、まあそれに入るのは、電話なんですよ。で、この電話のシステムも実はマザーシステムがあるんですよね。セーブとかね。水で飲んで、ここで。で、マインドダンジョンって、これ入ると、自分の、ダンジョンっていうよりは、まあ、レベルを上げの、まあ、構造っすね。レベル上げいうか、できないんですよ、こうやって。これが自分の、まあ、アイリクスの体があって、自分の脳の中から入ってきます。ほんで、この扉があって、まあ、プラ1、プラ1とか言って、ランダムでプラ2とかあったり、プラ3とかあったりですよ。で、まあ、ここ、アテナはスキルっすね。スキルを、仲間のどれかのスキルが、上がります。あ、これ、なんかもう。ほんで、まあ、プラ1、まあ、全部プラ1なんで、もうどれでもいいです。入って、プラ1、これだからプラ3、扉がプラ3だと3アップします。だからどれ、だから、プラ1の場合は別にどうでもいいけど、プラ3とかの場合、まあ、自分好きなやつを、優先したやつを、したらいいです。これは2ですね。これ1個、これ多分2上がるやつ。こういう風にランダムで結果がプラスされたり、あるんですよ。で、まあ、どれを上げるか、力、脳筋上げたらいいのか、まあ、TP で増やして、バザキメインにすんのか、まあ、そういうのは自由ですね。力で。で、これしても、まず上がりません。ここでちゃんと経験値払わないとね、増えないんですよ。全部扉せんといかんので。まあ、素早さ多いねんな。暴挙。力がな、これ一回選ぶとね、選べないと思う。この次の回行くまで、東京。経験値あるかな、まあ、今。トポイントしましょう。全部払って、うん、経験値ないかもしれんけど。で、100、これでレベルアップするか。あ、これでいけたね。レベルアップ。これで入るとレベルアップして、能力が、今の分が追加される。されたんですね。100なんで、もう多分ないかな。あ、ないわ。今18しかないから。うん。だからこれ、600まで貯めたら6回とか一気にいけるんで、こういう風に能力をアップさせていきます。で、めんどくさい時はこのカラスに話しかけると、お任せでランダムで選んでくれます。まあ、最初はランダムでもいいかな。うん。2周目とかあるんで、普通に、力と、
暴挙はそんなにいらんかな。なんか力と素早さあったらそれでいいかなって感じかな。まあ、これが Y2K のシステムですね。まあ、クソゲーっていった部分はあのテンポの悪い、まあ、戦闘シーン、だいぶ時間がかかる戦闘シーンとでだいぶ複雑な話はね、なんていうかな、分かると、簡単に、まあ、結論はいろんな方向で出せるんですけども、なんかね使い回しが多くて、結構遠回しな表現が多いんですよ。あとアレックスの独り言が無駄に多くて、で、そのアレックスの独り言で結構みんなめんどくさいなみたいなのが、かなと思いますね。僕はこれ好きなのはね、マザーっぽく、まあ、街をこうやって探索したり、まあ武器とかがね通常アイテムなんですよ。あの剣とかじゃなくてレコード盤とか、まああのフラフープとかカメラとかね、通常のやつとかで食べ物の回復だってハンバーガーとかジュースとかあんなんで、そういう身近なものが、結構あったりして、で結構、このゲーム割とねいろんな、ほんまにネタがあって、まあアレックスの家見せるけど、これ多分ねプログとかその Y2K のやつネタを見んと、だいぶわからんかなっていうのがあるね。まあ、ここがねアレックスの家なんですよ。アレックスの家実はね、みんながよく NHK とか見て見たあのフルハウスのね、まあコメディドラマあるんですよね。あ、始まった始まった。あのそれの家の作りが一緒なんですよ。この今のロビー1階と一緒に上に2階があってって言って、あの緑のテラスみたいなのもそうなんですね。 Hell yeah. I'm not really worried about how I look. I'm more concerned about how I feel. まあアレックス、ストーリー的にはね、アレックスが帰って、大学から家帰ってきて、まあ家帰ると親がいなくて、親がねお疲れしてくれたところに猫がね、まあおるんですけど、猫王がね後をついていくとある館に着くんですよね。でその、まあ、館で工場に、その工場の中 でサミーという女の子に出会うんですよ。でそのサミーはアレックスの追ってた猫を探していて、まあサミーの猫なんですけど、アレックスはそれに惹かれてその猫を一緒に探すことになりますが、途中見つかった猫とともに、アレックスがね帰ろうとすると、突如エレベーターの中から、まあ、宇宙人が現れて、まあ、サミーが連れて行かれるんですよね。で不思議でまたアレックスは動けずにいて、まあこう逃げたんですよ、後悔しながらも。でその頃このマイケル、まあ幼馴染、幼馴染じゃない、まあ、親友のマイケルね、マイケルにまあ話すると、アレックスが見ていた、その、怪奇サイトの、作った考案者が、このマイケルなんですよね。で、そのマイケルと話しているうちに、そのマイケルが作った、まあ、サイトの中に、超能力を使う少女の話が出てきて、それの少女が、実は、ゲーセンにおったんですよね。で、それについて、実はその、サミーとなんか、わかるんじゃないかという話で、実はその工場の秘密のことを知ってたんですよね。その女の子が。バイラかな?バイラっていう女が。で、それで一緒に、まあ、それの、まあ、謎を解き明かすみたいなんで始まるんですよ。まあ、最後の方全然ちゃう方になるんですよね。サミーどこ行ったみたいな話なんですよ。こんな感じ。で、このテラスがね、さっき言ったみたいに、フルハウスの、感じなんですね。ここがあって2階あって本棚あってテレビがあって間取り一緒なんです。で、よくねステーブっていうのがここから出てきて、冷蔵庫の中、この冷蔵庫の中あさって勝手に食べたりするのがここなんですよね。これがそんな感じで。Hey Michael.Someone sent me a PM. メッセージ届いてる。あれかな、バイラじゃないかな。女が消えたって話。多分後でロイかな。ロイっていうのが出てきて、そうそう。So what do you think?
That's interesting enough to bother Velha about. Yeah, probably not. ルイがその消えたエレベーターのこと俺の妹ケイタンとなんか一致してるんじゃないかってこう誘いに来るんですよ。で実は妹はもうすでに死んであって、Hey Vella, it's Alex. Some kid sent us an email saying his sister vanished. Really? Yeah, said it was similar to the elevator girl's disappearance. Okay, and he wants us to come check it out. I'll meet you at the Franken bus stop. That's the best way to get there without a car. Franken bus stop. You want to leave now? Yes.あ、これでまた最初の方っすね。やり直してるんで。ただ、強くてニューゲームがちょっとできなくて、あの、新しいシステムがちょっと見たかったんで。セミパーク。セミパーク。途中ね、話が、すごい難しいんですよね。まあ、いろんなアレックスがいたり、いろんなバイラがいたり、いろんなマイケルがいて、こうやって、ね、怖いところもいろいろあったりして、まあ、いろんな世界のそのマイケルやアレックスたちが自分の、心の中で精神がつながってて、生き生きしてるんですよね。まあ、死んだらそこに行ったり。なんていうのかな。まあ、ネットフリックスの、あれ何やったかな、OA っていうドラマなんですけど、あれ見ると大体わかるんだけど、あんな感じで、まあ別の世界が存在してても、アレックスは、まあ別の姿でもアレックスなんだよみたいなんで、おるんですよ。で、今のアレックスはここの世界のアレックスなんですよね。あ、バスで言ってたな。その話が結構後になるほどややこしくなって、おっさんだりや。あ、この人おったのかな。Okay, you boys ready? I got us the tickets already. We just take this bus to the first stop outside Frankton, and then it's just. ウィンドタウン。ウィンドタウンめんどくさいねんな。戦闘多いからな。Miles? That's pretty far. Shouldn't we just call a cab?If you'd like to pay for it, go ahead. で、実はこれ、アレックスがここに帰ってきた時点、まあ、アレックスが大学から来た時点でもう全てがおかしいんですね。全てが狂ってる。全てが、この世界が壊れちゃってる。のを、最初はやってるが、もうアレックス自体も気づいてない。な、後になるとそのことがわかる。No, no. Walking's fine.アレックスのままってほんま出てこやんかったけど、これなんかね、僕最近ちょっとね、やってる方がおって動画見たんですよ。まあ、ライブ放送か。ほんならね、アレックスのまま出てきてるんですよね。あ、確か出てこやんかった。アレックスのお父さんも出てこやんかったよね、気がするけど。話では出てくるんですけど、姿がなんか出てきてたかなって。なんかところがちょっと変わってるんですよね。でこうやってね、アレックスの心の中でこれが結構こうやって頻繁に入るんですよ、こういうふうに。ただ大型アップデートの PV 見るとアレックスの語りにみんな入ってなんかあやこや言うシーンがあったりして、やっぱこういうところはちょっと改善されてんなってな。このアレックスの独り言っていうのは今までのことを振り返って推理するみたいな感じになってるんですよね。だからこれがめんどくさい、長いくて別に見やんでも、いいんちゃうかなみたいな感じで全部話するんですよ。そのサミーがいなくなったことも、そのさっき今会うことみたいな、行方不明の事件が、どうとかここで話したらいいやと思うけどな。ここでも話するんですよね。I read about it in a Korean newspaper. Are you Korean? そんなわけない。Do I look Korean? It's hard to say. You look big. Really? That's what you're going with? バイラがここの世界のバイラじゃないんですよね。なんかね、ある事件、あるきっかけでいろんな世界になんか求めて行ったり来たりしてて、着いたのがここなんですよ。だからここのバイラじゃなくて、だから別の世界でアレックスとも出会ってるんですよね。まだこの辺では言わないんですよ。あの、シラバクレーって言わないんですよね。
I just meant, like, you know, exotic. None of the other girls around here look like you. Stop. Please, just stop. Anyway, my boss at the Frankton Arcade is Korean. I called the police and asked them if they'd seen the video, and they said that the detective in charge of this was 4 days ago. I'm not surprised, really. It's almost like no one cares that she's missing. I'll check through more newspapers, though, see if there are any leads. Might not be a bad idea to try and talk to the woman who reported her missing after we visit the guy in... I didn't say it at the time. The Sammy I met was strange. She didn't seem like the kind of girl who could... People who don't know what elevators are usually aren't capable of... サミーがあんまり言うとあれやけど、サミーがいなくなった事件が、なんかね、まあみんながなんかで見たことある事件とちょっとね似てるのがありまして、まあそこを、気づいた人はあこれだみたいなんで思うんですけども、まあそれ見考えると結構怖い、ゲームかなって感じはねしますね。 Not too far. 4 miles northeast of here. We don't need to cross any more highways, so if we approach one, we're... Okay. まあこんな感じで次の目的地に行きますね。まあ、めんどくさいんですよね。ストーリー面白いけど、このゲームめんどくさい。どっちや、どっちでもいいんかな。ダンジョンあんな、あ、でも行かれへんのか。ダンジョンとかは、のきのきとかんと行かれへんかったり、敵が、あ、なんかあんな。割れていける滑走とかあったりして、曲大丈夫かな？この曲流れてたっけ？何倍やろ？レベルが、レベル3、一回見るか。言っちゃおるやん。あ、神曲来た。この曲がいいねんな。うわ、なんか強いやつだねこれ。うわ、パンダバリア使おうかな。レベル11じゃん。これはパンダバリアとか、パンダバリアっていうのがあるんですよ。あ、LP すらあるわ。これでいいわ。これがめっちゃ強いな。あ、欲しい。ロケ当たる。あか。これがなんか強いね。確かに。当たった。全然当たってない。あ、やばい。スローせん方がいい。あ、でもだいぶ抑えられてんのか、こいつが。あ、やってないもんな。これ、バニッシュがさ、これめんどくさいな、これな。あ、なにこれ。これ知らん。これ何？あ、これ、これか。当たってね。勝手に攻撃する。これ知らんもん。新しくするから。あ、いたぜ。新しく。あ、勝った。勝ったらどうなる。これ知らん。技増えてる。おお、なんか知らん、これ。だからどうした？当たった？当たってないね。あ、なんか覚えてんな。これフラッシュか。フラッシュじゃないの、ね、よ。ロッキーあげる。あこれいこうか。連打で。ダメージ、大ダメージ。これは前からあった。あ、27か。別にこいつは勝てないな。
うわ、全然あったな。危ねえ。ああ、すごい。え、これ知らんよ、これ。何これ。なあ、してんねや。あ、でも、耐えたんだから。これが、B。B。これが前の通常攻撃なんですよ。あ、だからボコリであれば PP が減らんのか。どっち選択するかやね。こっち選択するか。どうしたか。甘だか。合わせ。ボコルが前のやつがこれ。これがここに下に引いてから離す。あっちはちょっと強いねんな。ミニゲームやった方が強いけど時間かかると。なるほど。こんな感じっすね。敵強いかもしれない。戦闘ね、面白いんやけどな。時間かかるよね。後の後半の時もすげえ時間が敵硬すぎて。負けイベントかどうかも分からんやつは多いしな。うわ、あんなん知らん。なんかうんちおる。あれ初めて見たじゃん。これ使おうか。でもこれあれだ、敵全体。これがなんかね、アホみたいに強かったらしい。でもだいぶ改善されてると思う。あ、おい、全然当たり。お、全然当たり2とかね。あ、でも8当たると。ちょ、怖いとか言ってる。あー、始まりました。わ、これ知らん。これあれや、 Y と Y か。切ってから、あ、じゃあ A やった。これが追加されて、これなかったんですね、前。クラと。もうまたちゃうわ。やばい、苦しい戦いになりそう。普通にこいつの方が強いのか。どれがやってる。こいつ倒すがいいな。ああ、こういうバイラーはねえやな。普通のこいつの方が強いんだ。ああ、あ、強い、やっぱりあいつのが。ボコるのが強いぞ。あ、やぶってもた。やばい。たまに見せる。これこう、この方が強いわ多分。あ、やばい。うん、こっちの方が強い。ちょっと待って、これで。私なんか、あ、ボコロ使わない。
はぁ、はい、危なかった。また A やな。あ、そんな間違えた。もう2ターンあんのかい。これあ、早い、そう、早いのよな。当たらんかった。倒したいかな。素人あれと繰り返して、あ、失敗した。そう、調子乗った。これ戦闘でめっちゃ時間がかかる。危なかった。ちょっとずれてるけどな。はい、まだか。わあ、だいぶ時間かかるんだ。こんな感じっすね。今回こんな感じっす。まあこれが Y2K、まあ、アップデートが来ますよっていうことっすね。まあいつ来るかわかんないです。なんかね、今年中には、来るっぽい。もうだいぶ完成されてて、まあ作った人の、プレイ動画とかもちょこちょこ上がってるんですよね。まあ冒頭のやつから、だいぶこの今行くとこまでのやつは、出来上がってて、そこの追加の話とかもちゃんと、そこで見れるんで、一回ね、調べてみてください。だいぶね、変わってます。あとオープニングとかも、アレックスが、自分の実家まで帰るまでに、それぞれ仲間たちが、どんなことが起きてんのかが結構映ってたり、実はマイケルがとか、わかるので、一回見てみてください。結構興味持った人はね、まあ、クソゲーって言われてますけど、まあ、じっくり遊べば面白いゲームやし、まあ、人によっては結構引き込まれるゲームです。ただ、結構ね、えぐいシーンとか、ちょっとね、ゾッとするシーンが多くて、精神的なもんの話が割と多いので、まあそれに耐えられない方はね、まあやらない方がって動画見るだけでいいと思います。だそれが好きな方、心霊現象とか怪奇現象とか好きな方、まあそういう感じの人は、ぜひね、やってみてプレイしてください。まあマザーというゲームに、まあもっとね、まあ、ちょっとね、心理というか、まあ、霊的な、もっとそういう的なものが強めのゲーム、頂上検証とかがめっちゃ強めなゲームとなってますので、まあ、一回ね、やってみてください。本当に面白いんで、僕はね、面白かった、一気にやってみたりしたんですけども、クソゲーと呼ばないで、まあ、テンポありとかもあるけど、話はね、ほんま面白いんで、やった方がいいです。以上です。グッズでした。また見てな、じゃあねー。